じゃあ、とりあえず挨拶から行きましょう。はい。どうも、こんにちは。底辺の音書いて、帝王という MC の帝王です。はい。この時間は、週末の昼の部ということで、プレイステーション2ソフトの、メタルサーガ、サジンの鎖の配信を攻略でやってます。はい。ニコミさん、いらっしゃいませ。はい、こんにちは、ワコです。ということで。題して、一時停止違反の底辺が戦車を操縦する配信、今日その12でお送りします。うん、まぁ、あ、ちょっとね、1時間っていうか、まぁ、あ、ね、また、ね、開幕晴れたかやろうかなって思ってんで、はい、3個目さえいらっしゃいませ。はい、こんにちはってことで。じゃあやっていきましょう。最初の1時間は作業枠なのかな。どうしましょうね。まぁ、あ、2時だからね、まぁ、あ、ね、待ち、ね、うん、待ち枠しましょうか。はい、グレさんいらっしゃいませ。こんにちは。うん、ただそうすると、ハゲタカってなると対空戦ですからね。どうでしたっけ、戦車。本当に出るんかいな。いるんじゃないの。小近距離いるんですから。コツでプレステ2班。はい、6個目さんいらっしゃいますよ、こっち。これ確かなんかディースマンバルでしたっけ。帝王さん、こんにちは、ワンワンダースランの涙。今日のおやつ予定と入食予定。ザテラトラクさんいらっしゃいますよ。おまけで昼食は？どうでしょう、おやつは、まあ、今ちょっとラーメン舐めてるぐらい。お昼はラーメン食いました。また昔ながらの中華そばで。夕食はまだ未定ですね。親もなんか調子悪いのか。多分今日はあんまり作りたがらないかも。何でしたっけ、今、戦車が。感じた地質。これがただ、対空戦じゃないんですよね。ジョニーでブチ切れが、これも、一応これは積んでるか、対空。で、4545が、これも、今日はこの時間からなのね。そう、またね、ちょっと1時間は、あれしようかなって、派手高狙いで。シティーズスカイライン、スイッチ版セールで1296円だから買おうか迷ってる。はい、スイッチ版ですか？どうでしょうね。ただ、結構あのゲーム多分処理重いでしょうから、スイッチの性能だと、ね、若干動作があれとかなんか前に聞いたことあるから、ね、僕はスチーム版買いたいかなって思ってるんですが、どうですかね？もしあれだったら、買ってちょっと評価ね、教えてください。もしよかったら。ってことで、またじゃあ、開幕1時間ミニゲームでもやりながら、派手高待ちしましょうか。ね、いつもの2時間の枠ってね、勘違いしてる人もいるかもしれないし。まあ、この、だから、もしよかったら誰かミニゲーム貼ってくれれば。どうなんでしょうね、ほんと、どこに出るのか。それもわかんないから。鳥神って確か誰かがね、前に言ってたの覚えてるんですよ。ああ、はい、ありがとうございます、おにぎり。じゃあ早速行きましょうか。ちょっとこれね、ちょっと、まあ、見てるだけだから、ちょっと僕もこれガチでちょっと本当に行ってみましょう。どんぐらい行けるか。じゃあ早速行ってみますね。はい、3、2、1、9、ドン。どうなんでしょうね。なんか全然作れてないんだけど。何これ、ちょ。なんでもっと話、全然、あれ、なんで全然作れてないんだけど。何、ちょ。なんでこんなに作れないの、おかしいってか、時間がない、6、5よ。嘘、もうちょ。あ、まずい。こんな時間、このゲーム短かった？
4人しかいない。はい、ということで、1、刺身さん、はい、2、安倍氏さん、はい、グレさん、やり方ミスった、ということで、なんなんでしょう、なんかやり方変わってる？なんか、やりにくくなってるような気のせい。ねえ、これでも上手い人だとね、先方のところとか行ってる人いるんですからね、どうやってんでしょうね、本当に。おはようございます。トランプ大統領が帝王に向けて会見やってました。まだパーフェクト魔法使いですか？僕に向けてじゃないでしょうけど、はい。14個目さえいらっしゃいませ。こんにちは。もちろんパーフェクト DT です。僕は死ぬまで。まあ多分もう長くないかもしれませんが。まだリスナーさんが集まりきってないのね。わら。まあね、週末、普段は2時からやってますからね。まあ先週ね、日曜日は1時からやったけど。まあちょっと今日前倒しっていうか。あれでしたから。じゃあそろそろ本編に行こうか。人少ないのにやってもしょうがなくないですか。これどこにいるんでしょうね、本当に。これ1時間本当に粘って、同じとこで粘ってる方がいいんですかね。そもそもどこで出るかっていうのも正確なあれが分かってないし、今日は雨降ってるのにスーパー人多かった。まあそうなんですか。僕は今日はやめね、雨だから行くのやめ、あ、な、違うか、口笛吹けば出てくるのでは、うん、車の名前が本当にひどい、わら、ね、ほんと誰がつけたのやら。トイレットペーパーとマスクが買えない。そうですか。トイレットペーパー、その、でもね、トイレットペーパーだったらまだ、ま、買えるでしょうけど、マスクは本当に買えないですよね。どうすりゃあれできるのかわかんないし。本当にどっか、同じところでひたすら待ってる方がいいんですかね。まあいいよ、じゃあ選手行きましょうか。はい、行きます、3219ドーン8。逆に言えば少ないってことは僕の勝てるチャンスが高くなるし、たとえ参加人数が何人だろうと1位は1位という純然たる事実も変わらないことだし、今のうちに1位取っとけば今日のノルマは達成ということになるわけだから、これは何文句言われる筋合いもない正攻法ですからね。っていう時に限ってあんまりいいのがなかったり、長かな。待て、やばい、思いっきり集中してて画面全然見てなかった。ダメだ、やっぱ自分やっちゃダメなんですね、画面見てないといけないから。
はーい、どこで畜生。あー、しまった。はい、1位、小粒香さん8600ポイント、おめでとうございます。2位、僕3位、ザテトラさん4位、刺身さん。はい、ミネソタさんですね、畜生。ナイスブロック。でもやっぱ今少ないから今がチャンス。今のうちに勝っとけば、今日のノルマは。どうせ早々来ないでしょ。ね、彼なんか。ノーブ。何ですか、ノーブって。はい、26個目さえいらっしゃいませ。こんにちはですね。今のうちに、あれして、とっとと、買っちゃえば、僕の勝ち。さあ、行きます。はい、どんどん行きます。3219、ドン、へい。ほいと。どう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 。これは結構意外といいか、チャンスか。どっちかだけど、3日連続でマスク変えたよ。はい、え、どっちか、本当ですか？朝一とかじゃなくて、いや、やっぱでも朝一なんて変えないでしょうけど。はい、30個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。デサイメタルサが今ちょっと張り高町で、皆さんとミニゲームやって遊んでます。あれ？ブブった。なんで？おかしいぞ。待って。おかしいぞと、ぞ。どうも。朝一で並んで、60枚入り3日連続で購入できた。ああ、それはよかった。やっぱ朝一並ばなきゃね、買えないでしょうね。まあ、それでも買えないかもしれませんけど。だからうちもなるべくね、マスクね、しょうがないから、少しずつね、その、使い回しじゃないけど、そうやって少しでも。はい、ということで、なんでそんな頑張るんですかね。ミンミンセブンさん1位、1万1100ポイントおめでとうございます。2位、刺身さん、グレさん、僕、コツブッコさんですね。これ来ないかな、どんなもんなんですかね、本当に確率というか時間というか、本当はちょっと考えたんですよね、その裏でそのね、あの演歌したとこからね、配信で始めてってね、それでもね、それでって思ったけど、まあそれはそれで時間ね、もうね、起動し続けてるし、プレしても消耗するでしょうから。でも今日ダメだったら本当にね、明日やんなきゃかもですね。まあ終われるかどうか知らないけどね、できれば今日明日でこのゲームとは決着、てか、蹴りつけたいですからね。多分来週は、あの3連休でね、土日お休みでしょうから。じゃあ次、カラータイル行きましょうか。はい。3、2、1、9、ドン。は固定王様、眠くてお昼まで寝てしもうた。いいですね。はい、猫の神さんいらっしゃいませ、こんにちは。僕また今日全然寝れなかったんですよ。寒いよね。配信終わって、いやちょっと外出てないからわかんないですけど、寝れてないからね、今はまだいいんですけど、多分ねまたミサガの時間になったら眠いってなんかね、ねぶつくさぶつくさ、なんかお経を唱えるみたいに。いいね。寒いのも悪い。寒いからなんですかね。僕もだから本当にちょっとね、生活リズムが乱れてるな。何が原因なのかがわかんないから。そればっかだね。もう寝なければいいじゃん。そうしたらね、なぜかね、配信やってる時間にクソ眠くなっちゃうんですよね、本当に。
融通が効かない体なんですよ。はい、38個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。夜投資忍びリフレやってたの？何言ってんですか、やってないですよ。来ないなぁ。来ないっていうか、こういうとこってなんか入り組んでるから、もうちょっと見晴らしねえ場所の方が、融通聞くとこで待った方がいいような気もするんですが、どうなんかね。はい、ということで、1位グレさん、2位刺身さん、小粒子さん、僕ザテトラークさんですね、はい。しょぼん、ゆず聞かせてカレー食って。ダメ。今日昼ラーメン食いましたから。はい、ブリトさんいらっしゃいませ。こんにちは。どうなんかね、こういうね、広大なところで待ってた方がまだ。ロマ探しろ、幅寄せ&ハイビーム、点滅&プププププー、和骨、今度はエアガン乱射撃。はい、重厚な煽り運転手さん。はい、ミンサが夜やるから、それ楽しみに待ってて。でもこういうとこでね、来るって保証もないんですよね。今もっと本当あの時な、ベリリアっていうか、あそこのとこで一回見たんですよね。あそこで待ってりゃよかったんかな。ちょっとこいつはね、全然合わないっていうか、どうすりゃいいんでしょう。ああこれあれか、範囲外か。幅寄せ&ハイビーム、点滅&ププププップー、和骨、今度はエアガン乱射好き。あれ、スイッチのショップセール何かしらやってるから毎日覗いちゃう。そうなの、本家なの。はい、43個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。スイッチなんかやってます？なんか今ね、おすすめっていうか、そういうのあればね。まあ今欲しい、スイッチで欲しいっていうか、いいショップあるとしたらね、もうすぐやることになる、あのね、スイッチのゼルダのあれのね、なんか拡張パックっていうか、拡張なんかあるでしょうね、確か。それがね、変えたら、今回変えたいんですが。1000円？一律？安いですね。そりゃいい。って言っても、レベル5のゲームって何だろう？何やったかな？あれかな？あんまり言ってやってないですよね。まあいいや。じゃあ、はい、次、バッティングいきますか。はい、よかったらどうぞ。妖怪2の国レイトンスナック、いや妖怪もやったことないしね、レイトンもやったことないし、スナックって何でしたっけ、なんか何でしたっけ、あれ、
ああ、もうダメだ。もうダメだ。はい、と、1、ノッチさん、52,945 ポイント、1位おめでとうございます。2位、白猫さんでいいのかな。はい、3位、刺身さん、コンソメさん、小粒子さんで、はい、おめでとうございます。スナックはスナックワールドって、ディアブロみたいなハクスラゲー。ディアブロって何でしょう。ディアブロも分かってないです。申し訳ないな。なんかで聞いたことありますよね。この間やったのは、あれはディスガイアですもんね。なかなかでも20分ですもんね。20分何も進展なし、でも これやんないとだね。でも賞金首全部倒すんだったらってことだし、どうしたものか。昔ね、この辺で見た限りあれだと思うんですが、もう一回見てみましょうか、動画の昔撮ったやつのいつかな。本当に来ないですね。多分行って行って多分ここでやって出ちゃうね。こっちか。帝王、これなんとかしてくれ、はい。どうしたらいいんでしょうね、本当に。ねえ、したいですけど。ちょっと待って、この辺でしょ。はい、52個目さんいらっしゃいませ、こんにちはですが、ディアブロってのはダンジョン潜って装備拾ってレベル上げてっての繰り返してどんどん進めてく感じのゲーム。トリネコみたいなやつでしたっけ、ハスクラって確か。でもこれよく見てどうでしょう、これマンタにマンタの影にも見えるかな、なんかちらっと。いやでもマンタかなこれ。アクションのトルネコみたいなもんかな。アクションか、アクションってやちょっと僕ね苦手ですからね。
確かに影はあるんだけど、俺がずっと待っててきてくれるのか。この影どっちかな。これマンタだったのかな、ハデタガなのか。こんにちは。はい、どうもキラさんいらっしゃいます。はい、また1時間ハデタガね狙いで今やってますが、いくら遭遇しにくいって言ってもなんかね対策っていうかなんか方法はあってもよかったんじゃないかなと思うんですが、他に何なのね。これで帰っちゃったんですよね僕。ここでもったいない。攻略サイトは見てみた？いやーちらっと見たんですがあんまりなんか有用な情報ないんですよね。ね、絶対会えるってとこもな、ね、なんかないさそうだし。僕にとっての情報じゃね、昔の配信の動画で映った影がね、この辺で、ただチラッと見ると、なんかもしかしたらあれマンタかもしんないから、違うのかもしんないし、とにかくもしあれが、これが違うんだったらもうね、一度も目撃してないってことですからね。うろつく方がいいのか、それもわかんないし、明確なポイントがなさそうなんですよね。で、ちらっと攻略サイト見たら、なんか僕なんか結構なんか賞金首取り逃してるっぽくて、なんかまだまだ結構実はいるみたいな。ね、本当にそういうの全部やってったら今度のこの土日じゃもしかしたら終わんないかもしれないですね。しょうがないからね、ストーリーなんか切りのいいとこに終わるんだったらそこでも終わりでいいかもしれないし、まあとりあえずあと30分だけ粘って、ダメだったら他の賞金首行きましょう。あとストーリーが、あ、じゃあはい、ソリティア来てるんでそれ行きましょうか。はい、3219ドン、5-4-4。取り逃がしたらもう枯れないの？そうです。いや、そんなことないでしょ、別に。そういうことはないと思いたいですが。ただ一回、その、ねえ、シンボルを見つけるまでが結構難しいって。話ですからね。ちょっと待って。決心されたのですね。はい、どういうことですか。なんで今の話題でアクシズが出てくるんですか。ねえ、てかだから買ってくれればね、いくらでもやるって言ってるのに、どうしてリスナーさんはねえ、ねえ、ちょっとあれだって高いもんだとね、ちょっと僕の財布のね経済事情じゃちょっとね、はい、ということで、まあ、はい、グレさん、3万1000ポイント、1位おめでとうございます。はい、2位僕、3位コツブッコさん、4位ノッチさん、5位白猫さんですね。はい、おめでとうございます。来ないね。そういや、ソットで EV が期間限定で無料ですよ。あ、それ昨日も言ってましたね。いや、まだ見てないんですが、なんかおすすめありました？ね、200本でしたっけ、ね、
ね、配信終わって風呂入って寝てね、寝れるかなって思ったら1時間ぐらいしたらまた目覚めちゃって、ね、え、まだ繋がってない、もうギレンの野望シリーズが出ないから高いのだろう、ね、だから誰かね、ちょっとお金がね、僕の懐事情的にちょっと厳しいからね、来ないかな。何をされてるの？ねえ、賞金組の狩りをねえ、ただひたすら待つっていう不毛な枠ですよ。とりあえず開始幕1時間はね、ちょっとその賞金組待ってるんですよ。そいつはね、シンボルエンカウントなんで、狩りが見えればそいつ追いかければ戦えるんですが、ね、ただ結構ね、その行動パターンが分かんないから、どこに来るかも、どうやって飛んでるかもわかんないから。ただ前にね、昔この辺でチラーっと見たことがあったような気がしたというか、だからここに慣れして。でもやっぱりダメなんかな。ね、もしかしたらその彼がね、先週倒したマンタのだったのかもしれないし。動かないのに遭遇するの？ん？だから向こうが動いてるんですよ。だからひたすらマップをなんか決まったルートで、上空を、でその火事が見えたら、火事に重なれば戦闘始まるみたいなんで、ね、ただそのね、そいつが今どこをどの辺を飛んでるとかっていう捜索法はないんですよね。ひたすらね、運がいいというか、それで演歌っていうか遭遇するしか方法がないらしいですから、ただひたすら待つのみ。ね、午前中起きてたんだったらね、どうなんですかね。そこまでしてそいつ倒さなきゃいけないんですかね。別に多分ストーリーの攻略には関係ないと思うんですが、でもなんか噂じゃなんかね、そいつら倒せばね、なんか空が飛べるようになるとか本当ってみたいな。ただこのゲーム結構なんかね、リスナーさんガセ情報もね、なんか送ってきてるから、それもなんかね、ちょっと、疑わしいところもあるから、本当かどうか自分で試すしかないですからね。まあ、タコの画面ですか、ドラクエさ用意か。開幕30分だけでしょ。だからね、この枠延長してっていうか、前倒しで1時間やってんですから、そこは許して。はい、68組さんいらっしゃいませ、こんにちは。ね、僕だってこんな不毛なことやりたくないけど。本当にね、今この作業が一番多分ドラケー以上に不毛すぎますもんね。どうしよう。こんなにやってたら虚無になっちまうよ。ねえ。許して。はい、ゆずぜいさんいらっしゃいませ。何を許してって。ねえ、どうしたらいいのか。来てくれなきゃ。でも本当にね、来るかどうかって保証もないですもんね。コメントがあるからなんとかやってられるレベル。ねえ、どうしましょうね。
待つしかないんですよね。あと25分。こんにちは、あんこそば。はい、ひずみとさんがします、こんにちは。そう。作業といえば作業だけど、何もせず画面見ていると言えなくもない。だからね、ほら、リスナーさんはね、なんかジェム貼ってくれればね、そっち。お昼は豚キムチチャーハンでした。はい、どうも、分身さんいらっしゃいませ、こんにちは。これ、僕は今日、はい、また袋麺食べました。あ、確かになんか結構重そうです。今はあれだろ、雑談の時間だろ。雑談って言っても今日何もね、出かけたわけじゃないし、話すこともね、特に話題もないし、あー、本当だ、繋がんない、重いって、ダメですね。ねえ、せいぜい僕がね、あれする話題って言ったらコロナぐらいの話題しかもうないですよね。僕もこれからキムチチャーハンいただきます。いいですね、チャーハン。今日も今日でどっかしらでまたね、感染者は出てるし、タワー、はい、貼ってくれました、ありがとうございます。じゃあタワーでもやりましょうか。じゃあはい、どうぞってことで、すごいきれいきれい。やべ、あ、やっちゃった。あ、やばい。ちょ。まあまあまあ、まだ。大丈夫。たぶん。おい、舐めてんのか。舐めてはないですよ。82個目失礼しますよ。じゃあ、事故でしょ。ギリギリを狙ったらね、ほら、たまたま事故ったってね、ほら。ね、まあまああることだから。ね、ほらほら、ね。大丈夫、まだ、そこであれしていけば全然問題ない。こんにちは、タワー久しぶりですね、はい、皆さん頑張って。あ、はい、あやさんいらっしゃいませ、こんにちは。別にやっていいと思うんですがね、皆さんなんか思慮深いというか、こんなもんガンガン攻めちゃっていいんですよ。ああ、残念。
あれなんか気のせい、僕がなんか一人足引っ張ってるような、なんかそんな展開になってるんですが、気のせいですよね。急に演歌来てちょちょちょってならないの。あ、来た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 、これだこれだ、いた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 、ちょ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 、来た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 けど、ちょっとこう、お前どっち行くの、ちょ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 、うん、喜びのターンねえ、ちょっとごめんなさい、ちょっとタワーどころじゃない、タワーどころじゃないっていうか皆さんにとってはタワーが大事かもですが、僕にとってはこっちの方が大事だけど、どう言ってんのこれ、うん、来た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 、よし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 、本当にちょちょちょってなった、本当に来た来た、言ってたらちょちょちょってなっててよしよしよし、じゃあちょっと待ってましょう、タワーロがねようやく来た、うん、これでどうなるかってあれですよね。まあ、ちょっとスタータワー終わるまで待ってましょう、うん、もう来ちゃえば勝ちですからね、ちょちょちょほんとすこ、うん、画面さ、うん、あれが噂の派手高野望ですね。あら残念、うん、ここで停電系お願いします、うん、どういうことですか、何言ってんですか、そうそう停電なんてね都合よく起きるわけないでしょ、かぶせるしかないかね。どう？お、すごいすごい。うまい。うまいですね。どうし。よし、なんとか持ちこたえてる。なるとまたかぶせブロック来ないのちょっときついかな。どうにしてもね。いや意味ないか。どうしよう。いやこれしてもな。ここら辺にあるときは誰かが。ああ来たけど、いやーでもあと多分、うまくハートが、あー残念、はい、ということで、記録 14.5m でしたね。はい、ありがとうございました。じゃあ終わって、じゃあ、はい、ようやくお待たせしました、これがその待ってた賞金組ようやくですね、どんなラーメンですか、あおはようカープさんいらっしゃいます、多分ね、もうこんなもんですよ、アンパンですよってぐらい強くなってるから、もうあっさりでしたが、よーしこれで終わった。でこれで倒してどうなのって話ですよね。これでなんかイベントが進展するんですか。レベル127ってインフレ具合がすごい、わら。このゲームなんかね、すごい。敵キャラとのレベルの差分でなんかね、経験値の補正が入るから。ポンポコラーメンって名前の響きかわいい。ねえ、どんなラーメンなんでしょうね。これ何、賞金をもらえばいいの？終わってるでしょう、うん、賞金ください、派手高野望12000、対空兵器があれば多分車でトグロ巻かないでいやそうしないとあのこれ、
いいね、その乗り降りするときにたまにチェーンがね、引かれないときがあるんですよ。だこうやってくるくるってね、トグロ巻いてあれすると、まあ、ちゃんと、チェーンも来てくれるんですが、これで、ちょっとセーブしとく。せっかくのあれだし、こんなんまたやり直しとかなったら本当地獄だし。焼きうどん作ったけど、定番も麺類でしたか？うちは、袋麺の昔ながらの中華そそれでばでジしジイた。が飛行機飛ばせる。飛ばせるようになるとどうなんでしょうね。はい、鉄さんありがとうございます。こんにちは。どこでしたっけ？キャタピラ要塞の南南東の方でしたっけ？飛行機飛ばせるようになってどうなるんでしょうね。これですよね、確か。ちょっとまあちょっと小さい、若干。これで、ハリタカヤーボのみならず、B2 マンタレーまでも本当にすごいの、お前さんは。こうしてる場合じゃないわ、フレートの準これ備じがゃ。忍びサーガですか？どこが忍ぶんですか？はい、ホタレカさんいらっしゃいませ、こんにちはですね。何？山本政府ポンポコラーメン 6食パック6個こんなあるんだ、本当に。久しぶりの空じゃ緊張するの。飛んだ、ポンポコラーメンだ。それじゃちょっとそこら回ってくるぞ、わっはっはっは。マンタレエッチで、いらっしゃいませポンポコポーン、ね、ポンポコはいいけど、これでどうなるんですか？で？いや、飛べたね、よかったね、ですけど。それで？それで？何か、どうなんの？おい、なんかくれないの？おう、元気か。いや、やっぱり空はいいの。お空を自由にかける、あの気分といったら最高じゃわい。砂嵐越えた先に入れないところあったやろ。入れない。お前さんには本当に礼を言わねばならん。わしの祖父も父親も空の上で喜んでくれているじゃろうって。いつかお前さんに恩返しをせんとの、わはは。え？砂嵐越えた先に入れないところ？そこが入れるようになるってこと？ちょっと待ってください。あそこでしょ？今日寒くない？外出てないからわかんないっす。ね、まあね、雨は降ってるみたいですよね。ちょちょ、寒い。寒いみたいですね。今換気でちょっと窓開けてますが、これで、あのキャノンエッジのあそこが入れるの？マウスの名前濃くすぎて臭い。ねえ、誰がつけたか知りませんが。帝王最低だな。何言ってるんですか？さすがにそろそろこいつも経験値もらえなくなってきてますよね。
でも嫌だな。何？何？イベント？やはりここまで来たか。砂だけになりながら先回りした甲斐があったということだな。相手ではありますが、入力したのは帝王さんです。なんでそうやって責任をなすりつけようとするの？お前さんもいい加減しつこいな。何なんだ一体。これ教授ってお父さんですね。でよ。それしてどうするのかね。言われてみればそうだな。お前さんが何者かは確かにこの際どうでもいい。ただそこに眠っている代物を使って悪さしようってなら止める。それだけだぜ。はははは、は、これは愉快だ。たかだかハンター部勢に一体何ができるというのだ。え、何？いきなり何？どうなるの？ねえ、ちょっといまいち、フラグの条件がわかんないんですが、ハゲタで、じいさんが飛行機飛んだことと今のイベントと、あれは別？ね、確か昨日じゃないけど、前回、メールで確かね、教師、なんてどもんのお兄さんが、ねえ、どれでしたっけ？駐車場内、どれでしたっけ？これ？ニーナが連絡違う？どれだっけ？駐車場じゃないの？これか？言わんくせ。アレックスとかいうやつや、なんか不正臭いんだよ。アリスワンでレオンってやつに会ったか、そうそう。で、やばいぜ。俺はしばらくレオンと一緒に行動する。キャノイチの向こうにはラーシのカーテを越えたところに来てくれ。これでしょう。これが多分あれでしょう。ハゲタが倒した飛行機飛ぶのとこれは関係ないんじゃない？帝王、俺はコツ言ったっけ？言ったと思います。いらっしゃいませって僕は、分身さんいらっしゃいませって挨拶しましたよ。分身さんちゃんと挨拶したでしょ。75で和コテお昼は豚キムチチャーハンでしたって、大丈夫ですよ。ジグラト。確かね、この間ここ入れなかったところが。これってクソゲー？さあ、パパもしかして。お父さんっていうかみんな倒れてる。よう、てよか、なんだ、少し見ない間に随分とたくましくなった、な。教師、つや、否定はしないのね。さあ、どうでしょう、どうなのすね。面白いかクソゲーかどうか、個人が判断するんじゃないですか。はは、俺の心配しなくていい。これでもお前が生まれる前から、この狩猟のベテランハンター様なんだからな。唐突な父親死ぬの。それよりてよ、今から言うことをよく聞け。俺、アレックスってやつと戦い、負けちまった。その結果、レオンをさらわれた。レオンの意見を聞いてるのだ。どうでしょう、もうちょっとわかんない。なんともですね。レオンってのは大破壊前の世界を研究していた科学者だ。そこにありでっかい黒いとジグラトと言うんだが、こいつは大破壊前のミサイル兵器発射基地でな。俺とにはミサイルを無力化するためにここまで来たんだが、このざまでな。ラーメン気になる。美味しいのかな。さあ、どうなんでしょうね。帝王を頼む。ジグラトに入ってレオンを助けてやってくれ。それと、アレックスを止めろ。奴はミサイル発射機能を起動させて、また大破壊並みのことを起こすつもりだ。頼んだで、俺はちょっと動けるようになるまで、ここで休ませてもらうからな。あ、死んだ。昔懐かしい醤油味です。頼んだぞ、帝王。で、この戦車はくれるの？くれないの？で、この人誰？死んでる？この人も関係ない。で、うちらは乗って、入っていけと。入れないのですね。お、すごい。あ、これがエレベーターになってるな。あ、誰か来た。あ、いつもの。嵐のカーテンの奥にこんなものがあったなんていうな。ん？うわ、教授。教授。お前、なんてこった。うおー。知り合い？うるせえな、この野郎。身元で騒ぐな。
うお、教授に。うお、じゃねえ。一人で盛り上がってんな。お、俺は敵、お前が死んでるもんだと。まだ死んじゃいねえさ。まあ、お前が来てくれてちょいと助かったかな。とりあえず応急処置とかしてやるから。こんなとこにいたらモンスターに食われちまうぞ。え、今のイベント必要だった。これが何？ラストバトルの場所？ここで死んでもらうぞ。いきなり来た。そんなね、生身のあれで来たけど、考えたら返り討ちになるでしょ。あ、生き残った。しぶといぞ。うわ、また来た。しぶといならここで終わりだ。お前らの方がしぶといっつうの。まだこれ以上行かせるか。でか、もっとなんかないの？戦闘機とかヘリとか戦車とか。ねえな、寝たいけど。じゃあうちに来て。はい、125号目さん、いらっしゃいませ。こんにちは。そしたらいくらでも僕がそれにしてね、差し上げますから。褒められなかったか。なんでメッセージ送りするの前に勝手にメッセージ消えないね。クグだがこうしてる間にもあの方がなんとか。で、着いたの。で、あ、誰かいる。あそこに入ればいいってこと？あ、なに？また、恒例の戦車じゃいけませんぜって、そういうパターン？人の、あれで来いっての？どうしよう。ねえ、いかにもっていうか、それしか考えられないけど、人間装備どうかね。あんまり言うほど買ってねえよな。でも、買ったっちゃ買ったような気もするし。だだっぴろいだけで、なんにもない、やっぱり。戦車降りて、戦わなきゃ。ん？ここは？あ、いける？で、なんだ、いけるじゃん。これは？あ、なんだ、いけるじゃん。これが今60値で、60回。坊や、ここまで来ちゃったの？困ったね。できればここから先には行ってほしくないんだけどな。まあ、と言っても素直には聞いてくれそうにないわね。あらごとでいいのかな。あらごとは苦手なんだけどな。まあ、仕事だからね、仕方ない。だ、なんで生身で。君ら兵器ないの？戦車というか武装というか。ねえ、どう考えたって勝ち目ないんじゃないの？あ、でもこいつは、え、結構強い。あら、意外とタフ。何した？あ、やべ。さすがにそこまで楽じゃなかった。壊せ、倒せ。まずい。
うわー、壊れた壊れた、どうしよう。どうしようもないけど。もう完全に壊れてる。どうしよう。やっちゃうか。うぜー。いやぁ。来たよ、ヒル。はい、どうも、126個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。メタルスターがやってます。お昼は、袋麺食べました。どっちでもいいけど。バーン。落ちた。どりゃ。経験値にお金ゼロ。何の報酬もないの。あの方の命令はこれで達成できたわね。体を張って時間を稼いで来いだってさ、人使いの荒い上司は困るよね。あらら、あんまり大して出番なかったけど。で、ちょっと待っててか。これ何？戦車壊れてない？修理キットでもあんまりないですもんね。壊れてる壊れてる壊れてる、あれ？でも全然あれ？壊れてない、なんで？治った？さっき降りたのに。どういう仕様？どうしよう、一回書いた方がいいかね。このまま行くにはちょっと怖いですよね。アイテムが今いっぱいじゃなかった。63個。何が？あ、ジャンク品がうるさいからある。そういうこと？ちょっと整理しないと。修理はおいくら？ 22,800。 やっぱぼったくりっすよね。本当に実の母親なのこれ。ただじゃないの？ただ？あのね、息子だからっていちいちただにしてたら商売にならないのよ。そのくらい払えないなら判断なんてやめてしまいなさい。きつー。綺麗な石板だな。ドッグタグなんでしょうね。この辺ジャンクは全部あれかね。ちょっと一回また鑑定だけしてもらいましょうか。
くらい払えないなら生虫なんて言ってしまうのかい。ねえ、金金金金、嫌な世の中ですね。配信するにも金金金金、うーん、ね、ゲームやるにも金金金金、あー、やだやだやだ。物々交換の世界になりそう。脂肪を貯めるにも金金金金ねえ、まあ脂肪を貯めるのは金っていうより米米米ですが、うん、あ、トレーダー、そろそろクリショー入るんじゃないの。え、クリショーどうでしょう、今日何日、多分クリション入るの多分20日ぐらいですか。今日まだ14日でしょ、あと1週間多分ね、それに連休のあれもあるからね、多分来週の3連休明けじゃないですかね。どうでしょうね。だって半分は親に渡すからねえ、こってねえ、多分今月2万ぐらい一応入るみたいですが、それがどうなるか、まあ、残った1万何に使うかですよね。入る予定あるんですか。はい、盗賊になったんですなんでですか、クリショーですよ。はい、132個目さえ見せます。こんにちは。いいですよどういう何か別の世界です。スネークなんとか、これ多分貴重なジャンクでしょ。多分ね、賞金首から手に入った火ボタン速射装置ね、あんまり合成っていうかやってないんですが、もうない、これやった方がいいんですかね。でもやるならアイテムもちょっとかさばるでしょうし、ね、なんかこれ合成ってなんか4つの組み合わせはあれしないといけないけど、手持ちのアイテムじゃないとだから組み合わせなんてね、わかんないですもんね。アイテム欄開けがないと無理だし、あれ、さっきのマッキニンじゃん。この辺あれすればなんか作れるんですかね。はい、どうも135個目さんいらっしゃいませ。はい、こんにちは、メタルサーバーやってます。太陽のレンズがなんかすればなんか言ってましたね、この間。覚えてないけど。これさっきのところがストーリー的なラスダンになるんですかね。あそこでアレックスだが倒せばおしまいってことを、ストーリー的には。どんどんどん。そうわよ。そうなの？あれ倒せば。修理キット。
細ゲーから解放されたければ死んが良い。そうでなければ、賞金首全部倒していってね。何賞金首全部。寒いけど洗濯物を干してくる。何だから賞金首倒してからだとなんか変わるんですか、その、ストーリー的に。賞金首全部って言ってもね、でもまだまだ倒してないやついっぱいいますからね。解放。どうしましょうね。その辺はリスナーさんのアンケートで聞き、判別してもいいんですかね。クリアに必要な賞金首は、あの空飛んでる身体だけだよ、確か。え？あれを倒してなかったら、どういうこと？フラグの、ねえ、わかんないんですが。あの空飛んでるの倒してなかったら、進めないんですかな？邪魔こいつ、アイテム買いたいんちゅうの、どっちうーん、怒らないで。はい。いや、怒ってないですよ。何も怒るっていうか、なんであの2体が必須なのかがいまいちよくわかってないだけなんで。じゃあこれでもう一回行きましょうか。こんだけ修理キットあれば、とりあえず壊れても対処できるでしょうから。賞金首全部やるってなっても、でも倒す方法分かってないですけどね。昨日やって先週のねドラム持って結局勝てなかったし、あれ以上なんか探索ありますかね。これまさかまた雑魚戦も、さすがにそれはない、ある。ない。これでどこかな。結構広いね。やっぱ雑魚敵は出る。これあれ？エージェント B。
どこかな、どこかな。こっち？ガンガン進んじゃって。なんかない、なんかない。結構だだっ広い。何これ関係ない。どこかな、どこかなと。なんだこりゃ。そんなに強くはない。これはこっちから来たんでしたっけ。違う。あれ、ここから来た。ここので、こっちは。ないないない。ラスなんですけど、どっか戦車とかあったりするんですかね。ないないない。違う。すっかり春で眠たいね。そう。言うほど今日は暖かくないんじゃないですか。はい。141コミさんいらっしゃいませ。こんにちは。まあね、今ちょっと生活サイクルありだから、なんとかコーヒー、ごまかしで飲んで。まだこの時間ですけどね、下手したらまた、ね、寒いでしょう。多分、うちのところそんなに暖かくはないですかね。場所によるんですかね。何？地下1階？今から夜枠に備えてね、ちょっともうコーヒーガブ飲みしてどうにか眠気が来ないことを祈るのみです。何こんなあれだってのに。これは今日中にクリア間違いなしですね。そうですか。まあクリアの定義にもよるんでしょうけどね。どうしましょう。そしたらね、コーヒー飲みすぎて眠れなくなったりしないの？逆ですよ。コーヒー飲んでないのに眠れないからね。そっちの方が今問題なんですよ。だから
多分このパターンだとね、夜のミンサガの枠でね、クソ眠くなりそうなんでしょうから。休憩時間にマンションの階段ダッシュしてきたら？いやですよ、そんなことしたら膝が壊れますよ、その前にってか。ステルス？なんだ。ステルスってどうすりゃいいの？足らない？逃げる？町会議中止だって。え、膝壊れちゃう。みたいですね。はい、148個目失礼します。こんにちは。どうせ僕、町会議なんかね、行きませんけど。関係ないからいいんですが。こっち？なんかいる？膝に負担をかけない運動といえば水泳ですよね。ねえ、でもね、プール、ねえ、プール行くお金もないですからね。150個目失礼します。こんにちは。これでいいのかな？水着あるの？どうでしょう。町会議中止で人いないからこそ逆に行くチャンスですよ。で、白にどこに行くんですか？中止なのに行ったってしょうがないでしょう。これなんで、これミサイルですかね。これが。このミサイルを。歩いて、どう、何しに行くんですか。中心になった会場に行ったって誰も人なんかいないでしょう。これどうですかね。ラスボス、さすがに余裕？こんだけレベル上がってたら。わあ、なんか見た。何聞いてる？人がいない場所には安全がありますから。そう。一人でも会議と名乗っていいと思うの。そんな虚しい会議やりたくないですよ。大体何をやるんですか、会議って言ったって。話すような話し合いのね、議題がないですよ。ああ、見たいですね。何がですか。これで、まだ底辺会議しないの？どんな会議するんですか。どうして底辺かっていうこと、底辺をどうやって抜け出すか、ね、底辺を抜け出す方法はリスナーさんが僕にね、見ついてくれたらね、すぐにでも抜け出せると思うから、もしそうね、哀れもんでくれるんだったら、僕にあまりに見ついてくれたら今すぐでも底辺から脱出できますので、よかったら皆さんのお恵みをご慈悲。後ろでもノートするけど何ノート？エスタミルの滝に良いねって言ってる人の言葉とは思えん。私もお金欲しいです。こんにちは。ね、はい、黒原さんいらっしゃいます。こんにちは。なんか向かいのマンションがなんか工事やってるみたいなんで、改修だかなんかしねえけど。ねえ、土曜なのにね、ましてはこんな天、今日雨降ってるだろうに。ねえ、その時までやらなくていいと思うんですが。リスナーが定産を光秀にすればいいの？どういうこと、光秀って。違う？ん？こっち？あ、なんか、あ、来た。年度をまたぐわけにはいかないから意地でもやりますせ。そう。今日は暖かくなったね。こっち雨降って寒いみたいですが。どうしよう、ちょっとあれなんですが、ね、いよいよなんかクライマックスってあれですが、ちょっとトイレ行きたくなっちゃうんで、ちょっとすいません、トイレ行かせてください。ちょっとその間じゃあ、ゲームやってて、じゃあ、レッドレーサーでいいですかね、じゃあ、ちょっと行ってきますんで、お待ちください。シュールな光景だな。そう。シコシコタイム。はい、じゃあお待ちよ。
ああ、はい、すみません、お待たせしました。何、何もしてないのになんで6万2000円？どういうこと？参加してないのになんで6万こんな、やってないですよ。なんで？何もしなくてもこれ何？スコア入るってこと？ 6 万点いくって。なんか何もしない方が僕、なんか、スコア伸びるってこと？ねえ、ちょっと今度誰か、後で検証しません？ママを、うん。違いますよ。まあいいや、はい。じゃあ、すいません、再開しますね。はい、行きますね。ということで。てか、いいんですかね、こっち戦車4、3台、マジですか、知らない、だから何もしないよ、うん、あ、本当？ねえ、でも放置すれば6万点取れるゲームみたいですね。うん、てか、いいんですかね、こんな生身でこの人、ここまで来ると困ったやつだ、うん。どうでしょう、ちょっと、ま、わかんない、やってみないと。何も知らぬままであれば、恐怖に怯えることなく死ね、死ねたというのにな。教授殿と会ったのかね、運が良ければ生きていたと思うが、しかしここに来たということは彼に私の目的を聞いてきたということだね。私を止めたいのだろう、ならば力ずくで止めてみたまえ。いいんですかね、こっち戦車3台で向こう生身でいいんですか、こんないじめじゃないの、いいの。あ、でもタフだ、すごい、結構重いな。まあ多分ね、なんかね、多分さすがにこれで終わりじゃないでしょう。変身するのか、はたまた。よく見ろ、種族マシンやぞ。え、マジ種族マシン、サイボーグ、ね、わー、やっぱり壊れる。どうしよう、ていうかこれちなみにっていうか、まあ、負けたらどうなんですかね、この位置から戦車取りに行かなきゃってこと。どうしよう、ちょっと降りるか、修理キッタでも戦闘じゃダメなんですよね。あくまで。負けたことないからわからない。ね、そうなの。どうしよう。どれ直そう。ワンパンでやられた。うわぁ、どうしよう、これ。タイルつけとくべきでしたかね。でも、でも重量結構ね、限界まで武装積んじゃってるから、あれかな、さすがに。いやぁ、参ったね。ガンガン行くべきだった。どうも。どうも。うわぁ。なんか寒いと思ったら雨が雪に変わってるんですが、マジですか、どころ東北北海道ね、大丈夫ですか、これで終わりなわけないんでしょう。くっ、君に昔話をしてあげよう。かつて人類が環境の悪化したこの地球という惑星を救うための方策を打ち出すため、当時の科学技術を結集させ作り出した人工知能があった。その名は誰ですか、何ですか、ニューハーフ。脳は地球を救うために行うべきことは何か、そのシミュレーションを幾度も幾度も行った。脳が導き出した答えは自らを作り出した人類の抹殺だった。自らのエゴのため地球を壊し続ける人類が滅亡すれば地球は救われると。そして起きたのが大破壊だ。
大破壊。ちょっとごめんなさい。ちょっとごめんなさい。ちょっとさすがにやかましい。ちょっとね、本当に土曜日だつね。なんでこんな工事なんかするのバカじゃない。ちょっと。そうですね。なんかね、僕、一夜ちゃんとやったことないんですが、ケンジさんいらっしゃいましたので、ちょっとごめんなさい。外やかましい。ちょっと窓閉めます。ちょっとお待ちください。うん、あ、お待たせしました。本当土曜に工事なんかすんじゃねえつのバーガーってね。鍛冶屋みたいでかっこいい。うん、そう。大破壊によって人類はそのほとんどが死滅した。生き残った人間たちもノアが生み出した兵器群。何言ってんですか。さすがにそんなクレームね、いけるほどね、僕そんなに。帝王産地都会やから大開発工事してるんでしょ。どういう中ですよ。はい、社会人8個目されそう。何言ってんでしょ。人間がモンスターと呼ぶ者たちによって徐々に数を減らしていった。だがある日、ノアは何者かによって破壊されてしまった。噂によれば、とあるハンターによる仕業だということだが。だがノアが破壊された後もモンスターたちは姿を消さなかった。何言ってんですか。なぜならば、ノアの端末とでも言うべき人工知能たちが存在し、ノアが持っていた機能を分散し引き継いでいたのだ。かくいう私もその端末の一つでね、マジ？ノアが破壊された今でも人類にとどめを刺すために活動していたのさ。ど田舎で工事なんてしないよね、おかしいて。するでしょ。魔法使い卒業だね。そう、人類にとどめを刺す。私をここで倒したから君はそれを食い止めたと思うかね？残念だったね。ミサイルはすでに発射プロセスに入っている。一応時間稼ぎに私も出てきたというわけさ。ふっ、ふふふふ。残された時間をせいぜい大切に生きたまえ。あ、死んだ。え、ちょっとどうすんの？死んねんですけど、これ帰った方がいい。これ帰った方がいいかね、一回。このまま行っちゃうね、絶対ラスボス。ラスボス入りでしょ、絶対。さすがにね。まあまあを、ちょっと一回帰りましょう、しょうがない。ちょっとこの辺まで行ったらもう、どうしよう。やっぱり直す前に、やられる前にやるしかないんですからね。それとももっといい、装備あるんですかね、どっか。すぐ4抜きリア。じゃなかった、絶人おじさん、ほんとつっかえ。いや、まあ、下ろしたからね、死んじゃうんですけど。下ろさなかったら、ね、戦車に乗った状態でね、直してくれりゃいいんですけど。そうは、都合がよろしくないらしいから。ネーミングセンスに絶句します。リスナーさんのでしょ。これで乗っての、やっぱりこうして離れてると牽引がね乗り越えできないんですよね。だから毎回トグロ巻くんですよ。
あと一応回復と、休憩。お姉ちゃん、朝だよ。目が覚めたら起きてきてね。何をするんですか。どうしようかな。修理ギット買ってもしょうがないですよね。でもよく考えたら結局戦闘中使えないですもんね。よく考えたらわしじゃやってもいいんですよ、そういうモノマネ。おい、来たろ。どんな頭ですか。これでも会長セーブしときましょうか。そうわよ。何がわよですか。買い物行くの億劫だな。まあ雨だからあんまり行かなきゃいいんじゃないですかね。どうしても今日行かなきゃいけないって理由があるんだったら。オリンピック潰れたらいいのにね。そう。でもね、僕はね、どういう形にしてもちょっと中止はやめた方がいいんじゃないですかね。中止にはならない方がやっぱトータル的にいいんじゃないかと思うんですが、ね、もしこれでね、コロナのせいで中止になったとしますよ。そしたら絶対日本またね、絶対ね、2020のね、再現だっつってね、またね、オリンピック志願しますよ。パンデミックになったからもう無理やで。だね、2020は無理でもね、またね、だ多分24、28は決まってるんでしょ。確かパリと、どこでしたっけ、ロサンゼルスでしたっけ。今のままだと海外から選手来ないぞ。いやだから2年が中止になったらまたね、どっかね、2032年だからまあね、またね、遠い先また絶対東京でね、オリンピックをってね、バカがあれしてまた誘致活動でね、無駄なお金使ってってなるから。ね、どうにかね、もうやってね、それでもうね、オリンピック、ね、無駄な金ね、IOC に貢がないでほしいっていうのが僕個人の本音なんですけどね。うん、全部しなきゃ、まあ、経済動向やけど、政府のせいだよね。ねえ、またバカな税金。やったって誘致活動はあるから一緒だぞ。わら。そう。いや、さすがに2020にやればもうさすがに50年ぐらい誘致活動しないでしょう。三つ分なら帝王さんにだよね。そう、僕に、ね、あまり筆でいいから貢いでください。ね、そしたらね、欲しいソフト変えて。オリンピック終わりの歴史。ね、どうなるかわかりませんが。どういう落としどころね。まあ多分日本は絶対ね、延期でもいいから、とりあえず中止だけはね、是が非でも避けたいっていうのはあるでしょうけど。2030年札幌オリンピック有力ってマジ？あ、冬季でしたっけ。どうなんでしょうね。
確かなんかね、札幌があって。うん、ね、てか今なんかもうね、どこも。試される大地の札幌が冬季五輪狙ってるよ。うん、人類が滅びるのか、ね、さあ、ほら、どうなんでしょうね。あれ弾薬補充してないっけ、もしかして。まあなんとかなると思いたい。まいったな、弾補充忘れちゃったけど。あれ、ミンサガは夜だっけ。そうですね、はい。215ごめんなさい、いらっしゃいませ、こんばんは、こんにちはか。うん、ミンサガ夜7時からの、はい、予定、うん、今日と明日。うん、ニートだけが生き残る、うん、どうかな。ニートだけになったってね、絶対生き延びれないでしょうから。これなんだ、なんかあるないじゃん、畜生。昨日は忍びリフレ終わったらちゃんと寝た、はい、続けてやっちゃった。寝ようとしたんですが寝れなかったですよ。いや、やってはいないですよ。自分の顔手で失敗したやつはどんどん飛び込むだろうね。どうなんでしょうね。でもね、政府も意地になっててもね、多分株価ね、軟禁縮込んでても、暴落は今の情勢だと真っ先に読むのニートだけどね。裏でやっぱり抜いてたのか。泣いてなんか抜いてませんよ。ピコルのに忙しくて寝れなかった。やってないですよ。今さら空気感染するって言われてもな、うん、埼玉で引きこもりの30代も感染してたね、うん、まあそれはほら、親が出かけて、親が確かエジプトに行ったからでしょ。エジプトにね、なんかクルーズで、そっからのあれでしょうからね。基本的に外出れんね、出なきゃ、まあ家族も出なきゃ。ないデイちゃんの上にオロナミン C を飲む勇気を与えてくれ。どういうこと、飲めばいいんじゃないですか。2022が円としては有力だって、うん、サッカーワールドカップは夏できる、豪語して誘致したのに暑くて無理って泣き入れて国に移動してて夏が開いてるってさ。あー、カタールでしたっけ、確かね、2022年のサッカーって。あー、だから逆に夏だ。でもどうなんでしょうね。今日出た感染者もフランス帰りとかエチオピアで戦いたい。日程の調整もまた難しいでしょうけど、今日出た感染者もフランスのねえ、なんで、ね、仕事だって言えないんですけど、そんなね、旅行で海外行ったんだったら、ほんとバーカってね、言いたいですよね。226個目さんいらっしゃいませ、こんにちはです。ねえ、そりゃ出張とかでね、海外ね、あれだって言うんだったらね、まだ、やむなしてね、同乗できるんですが、まさか観光でね。ねえ、もう。ほんとアホばっかだよね。ね、濃厚接触文化税が軒並みやられてるのか、うら、あいや。うらやましい。はい。ニャーニーで結婚さんいらっしゃいませ。こんにちはです。まあ、に言わせれば2月は日本が世界で一番危険だったからな、わら。イタリア旅行から帰国した人も感染って言ってたな。昨日なんかありましたね、一人誰か30代、うん、ねえ、イタリア本当ちょっとね、海外からのね、入国規制した方がいいと思うんですが、ねえ、たまたまね、その入国の時の検査でね、ねえ、ねえ、なんかね、WHO になんかね、また100、ね、160億だから見ついたんでしょうか、じゃねえかってね、本当に思いますけど。一番危険だったのはアジアの恥さらしかと。そう、韓国どうなんですかね、今あんまりちょっと情報分かってないけど、もう土曜脱で何やってんの本当に。うんこ滅びろという帝王の願望が。いや別に。おとかごみやん。ね、本当にごみですよ。あの国は検査いっぱいしてて偉いって言ってたよ。そう。方が正しいのかは、何なのこの嫌がらせつうか、誰ですかね、どっかの大手の名前でしたが、僕の配信を邪魔に思ってこういう妨害工作をけしかけてるんですかね、クソ。
俺はコロナだとか嘘ついてた人逮捕されてたね。そうなの。大事さんかもしれん。ですかね。なわけあるか、わらわら。なんでですか、もうね、可能性ってことを考えたらもしかしたらあるかもしれませんよ。僕の年金を寝たんでね。で、死んで、で、ラスボスいるんですかね、この後に。何がいる？そろそろ3時あたりが感染しないかな。さあ、どうでしょうね。3時さんって九州でしょ。九州ってあんまり感染者出てないんでしょ。日本は感染者数不明でも、同時期の呼吸器疾患での死者数が前年同時期と比べて別段の変化がなかった。そうなんですか。イタリアはコロナわざと移したら懲役20年って法律作ったってね。これラス弾なの？ラス弾って話ですけどね。ミサイルは、ミサイルはどうなった？クソ、ロックされている。ダメだ、発射プロセスに入ってしまっている。あらら。すでに発射されたミサイルを止める手立てはないに等しい。これでおしまいか。諦めな、諦めな。誰？誰でしょうね。うるさい、うるさい、うるさい。ほんと土曜日ぐらいやめてくれりゃいいのに。転売見つけたらとりあえず処刑。いや、諦めたら絶対これバットでしょ。諦めよう。諦めません。ね、たとえ他の生主さんの妨害に会おうと僕は諦めない。君が諦めないと言うなら君に頼みがある。もう君しかいないんだ。そこの扉はミサイル発射口へ通じている。中に作業用の構内エレベーターがある。それでミサイルを追いかけるんだ。幸い発射プロセスの他にロックされているシステムはない。エレベーターはリニア式だから速度調整のシステムをいじれば追いつくスピードを出すことができる。追いついたロケットの基部を破壊するんだ。そうすれば、被害は最小で済む。そんな難しいこと言われても。こればっかり覚悟を決めてもらうしかないな。ミサイル発射するまでの間、ガードシステムが作動している。ガードシステムは戦闘用ポートだ。先にそいつらをやった方が賢明だろうね。どういうこと？戦闘用ポート。それじゃあ、扉のロックを解除するよ。するとこの端末からメモリーセンターにつないでセーブができるようにした使ってくる方法。もう一度君にしかできないんだ。どうしよう、セーブしといた方がいい。まあなんか発射した。まだやるとは言ってないのに話を進めるなよ、わら。でもね、こちらハンターたちが高々に乗ってるのにセーブします。一応分けときましょうか。なんかあったら怖いし。お気をつけて。すいません。だってあなたあんまり強すぎて思えないんですもん。ふふふ、何言ってんすか、うん、どうでしょうね。ちょっと待って、戦車は？戦車はないの？あ、びっくりした。はい？ゲームやりたくない時とか？それあるでしょう。皆さん何？ゲームやりたくない時ないの？これでこっち行くの？無理してやってるの？そういう時はどうでしょう。でも帝王ゲーム以外にやることあるの？ないからやってんですよね。だからねえ、お金もないし。これね、ミサイルのあそこ規模落とせないでしょ。今の放送で一番義務感でやってるゲーム何？どれでしょう。ないでしょう。これがあれでしょう？どうでしょう？これ全部、あれした方がいいのかな？それとも、手法で、あれなのか。忍びではないとして。どうしたらいいんでしょうね。
手法でこっち狙う。当たらねえ。ちょ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 。当たったけど。他をバルカで。対空ってことになるの？本当は早くピサキャロやりたいことだけはわかる。どういうことですか？ピアキャロでしょ。ピサキャロって何ですか？当たる。これぶっちゃけね、ミサイルだと落としゃいいんでしょ？どうかな。ピアキャロってどれくらいエッチなの？さあ見てみればわかんじゃないですか。どりゃどりゃどりゃ。ユノカどっちエッチ？対空の方が良かったかな。ピアキャロ派同時攻略できないからな。え？どうしましょうね。まあピアキャロね、え何人をあれするか。ちょ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 、痛い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 。じゃあ、いや、やられる前にやっちゃう。これやっぱ本体集中して狙った方がいいのかね。意外と本体狙えば落ち終わる。ドーンドーンドーン。なんでこの黒いのくるくる回ってるの？分かった。防衛システムでしょ、ガードシステムでしょ、これ落ちてない。うわぁ、隠しキャラの2人派もちろん攻略するよね。どういうこと？隠しキャラなんかいるの？知らないんですが、これダメ、こいつら倒さないと終わんないってこと？もしかして。エグアに出てきそうな敵。どうくよいのいる。わぁ。いやぁ。どうしよう。どれ落とす？こっちの方がいいかね。どう？むしろ FF4 に出てる。もし落ちた。どっち落とす？こっち落とす？どう？落ちるか？手法にしようか？SE の方がいいかな。行け。ボール力も100。こっち狙おうか。どう？一発？SE で確実に落とす？どう？落ちた。これであとこいつだけでしょ。 SE でなんとかいけと。頑張れ戦車。手法いけ。壊れた手法どうする。 SE でよしよし。どうする？復法、手法、ドーン。なんだ？順番が今飛んだ？まあいいよ。スイでいけるか。もうちょいだ、頑張れ。高高度。なめんな。当たる。よし、とどめいけ。多分これで落ちるね。当たれ、当たらん。なんで当たらんの？いけ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 。勝った？終わった？これで終わりでしょ、さすがに。クリア？なるの？ FF4 にね、いましたね、って思うじゃん。嘘でしょ？やったか？嘘でしょ？
ボロボロですよ。せめてセーブできなきゃ。どうなってんの？ん？ははははははは。やってくれたじゃないか。誰？まさかミサイル直接止めにかかるとはね。これからラストバトル突入です。マジ？誰？まさか？どなた？どなた？まさかアレックス？ってこと？これで私の計画も台無しだよ。だからせめて君くらいはこの世界から葬っておこうと思ってね。最後の力を振り絞ってやってきたというわけさ。この人間めーって、ちょ、どうすんの、ちょ。いやいや、本人っていうかね、あれですよ、ちょ。どうすんの、これ。ちょ。似てる。いや、もうこれ、降りて、修理、帝王の、ね、直すしかないよ。即席修理で。これぐらいしか勝ち目ないんじゃない？買い物行きたいけどクリアンケありそうで行けないよ。どうでしょうね。まあちょっとそれは。どうする？ドン。いけ、8発。ドン、ドン、ドン。半分まで行った。そんなに強くはないですよね。削れる削る。ほんで、ここの攻撃をしのげるかー。よし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 。いけるんじゃない？どう？とりあえず、何？どうしようか。こっち直すか。いけ、どう？どう？当たれー。なんだ、逃げた。いや、むしろそっちを狙ってくれる方がありがたい。どんどん。なんだ、大したことないじゃん。A4 の直しときましょうか。これでとどめじゃ勝ったか。もうこれで決まりでしょ。よーし、今度こそ勝ち。意外と大したことなかった。まあ全体攻撃やれたらやばかったけど、これで終わり？本当に。まだもう1形態あるとかまさかないですよね。さすがにちょっと段数が。おい、もう少しで屋上なのに、なんで飛ばねえんだよ。諦めるのはまだ早いぞ。え、このおっさんがここで絡むの？え、どういうこと？何？近くを通りかかったらえらい騒ぎじゃな。表にお前さんの親父からのチャーター便じゃ。戦車から降りて捕まるんじゃ。戦車を後で左に来て修理すればええ。よし、行くぞ。これでやっと恩返しができそうじゃの。ね。大丈夫、戦車は。てか、どうなるの？よし、出てきた。もう限界だ。じっくりなとこと爆破するぞ。ちょ。教授、俺たちもそろそろ離れないと。よし、二人とも乗れ。三人乗ってると狭いから、適当に捕まってろ。適当ってどこにさ、喋ると舌噛むぞ。これどうなの？終わったの？まだ続くの？あれから数日後、ティは仲間たちと別れ、教授と共に自宅へと帰ってきた。これでこうクリア、エンディング。おい、帰ったぞ。あ、お父さん、お兄ちゃんも、お帰りなさい。選手はどうなったの？ちょっと。お帰りなさい。珍しいのね。二人揃って帰ってくるなんて。お、そういえば、珍しいっつうか、初めてか？
まあいいや、とりあえず上に行こうぜ、な。そうだね。お父さんもお兄ちゃんもお腹空いてない？私ご飯作るよ。帝王の女性ボイスかわゆ。そう。いいね、エミリの作る飯なんて何日ぶりだろうな。初見だけど、うん、最低な放送なので通報しておきますね。はい、どこがちょっとそれを教えて、通報するないけど、どこら辺が最低なんですか。いや、確かにね、生主は最低かもですが、配信自体は最低じゃないと思いたいんですが。可愛くはないでしょう、そうはダメだよ。はい、277個目さえお願いします、今後。帝王最低すぎですくわ。大丈夫ですか。じゃあ、先に支度して待ってるわね。おう。やっぱいいな、家族ってやつは。そう思うだろ。これ何？じゃあ何？もしあの飛行機助けてなかったら何？バッドエンドってこと？お前が守ったのは自分の家族だけじゃないんだぜ。じゃあ、それ僕じゃなくてリスナーさんでしょ。名前かでしょ。この世界に生きる人たち誰もが、持ってる日常ってやつをお前は守ったんだ。そのことを知ってる人間はほとんどいない。そもそもビッグラド入れない。え、そうなの？本当に？でもな、お前は自分が成し遂げたことを誇っていいんだぜ。だからなんだ。てな感じでな、今回もなかなか大変だったな。お父さん、すごい。大変だったのはいいけど、今度こそ帰ってくる前に連絡一本入れてちょうだい。ん？おお。もう。じゃあ、今度は帝王の話を聞きましょうか。あなたが見聞きしてきたこと、あなたの冒険の話を。これでエンディング。うん、おー、すごい。ようやくか。なんか倒してない。あ、これ、ショーケングみたいな、あれ倒してないやつ、結構ね、いるの？二人逃してる？一、二、三、三つ？三つ？四つ。結構逃してる。五個。あれ、終わったの？クリア一応したみたいですね。ちょっと待ってください。ちょっと確認だけさせて。五。倒してないの多すぎ。おめでとう。ねえ、五個。さて、アンケか。どうしましょう。ちょっと待ってください、とりあえず。ああね、ティアマット。おめだけ、ありがとうございます。6体？7体。次はこの枠は何をやるんです？それは安定ですね。もう次は決まってないんで、8、9、ね、判明してないやつは0ってなってんですね。候補は何があるの？10、ちょっと待ちください。11。12、13、14、15、こんなにあんの？16。これ全部 See you next。 16体も倒してないの？どうしましょうか。これでとりあえずクリアってか終わり。半分近く倒してないやんけ。だってしょうがないでしょ。クリアしてたおめ。はい、リナカさんがしましょう。ちょっと待ってください。どうしましょうかね。ありがとうございます。記録メニュー、戦いの記録。これで今までの戦闘記録があれなんですね。何？チキンドっていうのが何？多分逃亡の比率でってこと。230だから 26%。全滅2回。
24で倒してないのが16だから全部で40結構多いっすね。コレクション発見アイテム発見ミニゲーム、ミニゲーム今なんかドラム缶を押した距離とかそんなの重要あるんすか。戦士の記録なんか卑猥な名前もありますね。なんでしょう、三つ字もの、あ、これ、プレゼントのシャドウの記録、これどうなんでしょうね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 ねえ、戦車も確か19であるって話でしたが、こんなもん、これで終わり。クリアおめでとう、お疲れ様。私も FF12 初心は召喚獣ほとんどスルーしちゃった、わらわら。絶倫おじさんで草、ロリータは草、お兄ちゃん朝だよ、目が覚めたら起きてきてね。これどうなの、一応エンディングはあれだけどストーリーは続くってこと。ねえ、TO と L1 で、クリア後ってことでも一応ストーリーはゲームは続けられるってこと。ねえ、おかえり、今日はってか、でも用はないけど、戦車はってこと。さーてと、だ多分仲間とかも帰っちゃったからってことでしょ。残りの倒してないのを倒しに行けるって感じなの、どうしましょうか。ちょっと待ってください、ね、この町どうでもいい、どうします。何あとは隠しダンジョン的なところでワンテドラッシュできた気がする。へー、どうします？とりあえず一応これでまあクリアしたことになりますが。